周平、マルチアンだ。高谷、ほえー、立浪さんの顔が。サード争い、楽天とのオープン戦では、高橋周平選手が3打数2安打のマルチヒットを達成し、チームの勝利に貢献した。しかし、サード争いの筆頭である石川昂弥選手がエラーを連発してしまう。島内選手のフライを落球して、ファンからは周平にサードの開幕スタメンを求める声も多い。投手に負担をかけるのは中日の伝統行事やでな。立浪さんも首をかしげてしまう始末。このままだと、ガチで周平にサード取られるぞ。最大の敵は味方という悲しい事実。安打で中木を助ける周平と、エラー連発で中木を苦しめる高谷。どちらを使いますか？試合には勝っているのでギリギリセーフ。普通に2軍に落とされる可能性あるよな。失策さんでも勝てることを知りました。守備面を鍛えて打たないと、マジで落ちるぞ。周平の状態がいいから、開幕スタメンを奪われる可能性は十分ある。やばいぞ。周平はようやってる。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。